結果的には何、1ラウンド21秒 TKO、 左ローキックだったね。悶絶をしてね、見てる方分かんなかったんじゃない、なんでこんな倒れ方してんだろうな。左のローキックが相手の右膝、膝のお皿のちょっと上くらいのへこんだとこあるんだよね、筋肉も何もないとこ。ピンポイントで入るとやっぱり効いちゃうんだろうね。すねの深い部分で梅の入れてるから効いたんじゃない。急所ですか。急所だと思うよ。ここら辺なんだけど、膝の上の伸ばすとちょっとへっこむところ、まあ、分かりにくいけどね、なんで倒れたのかっていうのはね。当たった瞬間さ、相手の足ぽっこり腫れてるよね。爪のさ、浅いとこで入るのと深いとこで入るのと全然威力違うから、深いとこでグッと入るとやっぱ重たくゴツッと入るからね。で、梅野の爪の深いとこで蹴る蹴りはほんと一発で効かせられる蹴り、ただああいう蹴りを蹴るとカウンターもらいやすいから、爪の深い位置で入れるってことは距離が近いところじゃないと蹴れないから、パンチのカウンターとか入りやすいからさ。